パンパシフィック、インターナショナルホールディングス、ドンキホーテ UD リテール UD リテール株式会社は、神奈川県横浜市神奈川区に本社を置く、総合ディスカウントストア事業を運営する企業である。パンパシフィック、インターナショナルホールディングスグループ、P 完全子会社のドンキホーテの完全子会社、である。2017年当初は、ユニー株式会社の完全子会社として、 設立されたが、その後の資本移動により、P、H 子会社となり、さらに2020年12月1日付で、ドンキホーテ市会社となった。ユニーが大手ディスカウントストアのドンキホーテを中核と、スルピーの子会社となり、ドンキホーテとユニーのダブルネーム店舗の運営を行う、ことを設立の目的としている。また、ハイブリッドショッピングセンターのアピタ宇都宮店や、 アピタパワー新森山店などのテナントとして、親会社と同じ店名のドンキホーテを運営している。ユニーが運営している総合スーパーのアピタ及びピアゴの一部店舗のうち、メガドンキホーテウニやドンキホーテウニへ業態転換した店舗を運営している。当該業態転換店の施設、資産などは同社に移管された。同社運営によるメガドンキホーテウニ、東海通り店店名は、 大型総合店をメガドンキホーテウニ、鮮魚、生肉などの生鮮食料品を扱わない店舗は、ドンキホーテウニユニーが運営するテナント店は、ドンキホーテ称して営業を行っている。1号店は、ピアゴ大口店を改装し、2018年2月23日に開店したメガドンキホーテウニ、横浜大口店。アピタピアゴの業態転換店とは別に、 UD リテール独自の新規店舗として、2019年11月1日に、ドンキホーテナヤハシ店をオープンさせている。ユニーが一部所有する複合商業施設、テラッセナヤハシの3階に出店。出店時、店名には、ウニを付け称しておらず、同居するユニー直営のラフーズコアナヤハシ店と共存のため、ドンキホーテナヤハシ店は生鮮食料品を扱わなかった。 しかしながら、ラフーズコアナヤハシ店は改装のため、翌年2月16日に一時閉店。ドンキホーテナヤハシ店と2階に出店していた、ラフーズコアの融合店舗、メガドンキホーテウニナヤハシ店が、同年3月24日、リニューアルオープンした。プレスリリースほか一時資料第三者による二次資料。ありがとうございます。